トリートメントをつけたからって手触りは良くなりませんよ。どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、トリートメントについてちょっと紹介していきたいと思うんですけど、あのね、トリートメントをつけたら手触りが良くなるっていう風に思ってる方って多いかなと思うんですけど、正直ね、手触りは良くならないです。じゃあどういうことってなったら、トリートメントの目的としては髪の毛の中に栄養分を入れて髪の毛を補修するものです。なので手触りを良くしたいのであれば、ね、サラサラにしたい、指取りを良くしたいのであればリンスだったりとかコンディショナーが一番ベストかなと思います。あのトリートメントだけでね、あんまり質感良くならないっていう方はだいぶね、補修力が高いトリートメントもしかしたら使ってる可能性があるので、それを使い続けてプラスリンスだったりコンディショナーを使ってあげて手触りを良くしてあげればいいかなと思ってます。でね、あの洗い流さないトリートメントってあると思うんですよね。例えば、種類でいうとミスト、ミルク、オイル、この3種類あると思うんですよね。でどちらかと言ったら、これをね、お肌で考えるとミストっていうのはどちらかと言ったら化粧水です。でミルクっていうのはどちらかと言ったら乳液みたいなものです。なので髪の毛の中には、ミストだったりとかミルクをつけてあげると髪の毛っていうのは中で、ね、ちょっと補修してくれます。でオイルっていうのはどちらかと言ったらファンデーションみたいな感じですよね。コーティングをしてあげるっていう効果があります。なのでオイルだけをつけててもすごく良くなりづらいです。どちらかと言ったらコーティングだけなんで、髪の毛をね、補修する成分っていうのはもちろん入ってるけどちょっと弱いです。なので本当にね、その洗い流さないトリートメントで補修だったりとかをしていくのであれば、ミストをつけて、で化粧水を入れてあげて、で、ミルクを入れてあげる、乳液を入れてあげて、オイルを入れてあげる方が、そのね、30コードで本当やってあげる方が、あの髪の毛っていうのは良くなります。ちょっとね、お金だったりとかコストだったり時間もかかってしまうんですけど、手間もね。だけどある程度そういう風な考えで洗い流さないトリートメントをつけてあげるといいかなと思います。そこもね、厳密にね、自分で判断するのも難しいかと思うので美容師さんにね、聞いてもらえたらいいかなと思うんですけど、僕の考えは一応そうなので、だから、本当にね、ダメージ気にされてる方に関してはその3つつけますので、こういう風な考えで髪の毛もね、お肌と一緒でやってあげると喜んで綺麗になってくれるのでみたいな感じでやってます。結構ね、大変なんですけど、そういう風にしてあげると髪の毛の質感は変わってくるかなと思いますので、トリートメントのね、使い方、間違えないようにちょっとね、認識を持って皆さんヘアケアに取り組んでもらえたらなと思います。おさらいですね。トリートメントっていうのは補修をしてくれる、洗い流すタイプのね。でリンスコンディショナーっていうのはコーティングをしてくれる。で洗い流さないトリートメントはミストは化粧水みたいな感じで、ミルクは乳液みたいな感じで、オイルはファンデーション、こんな感じでやってあげると髪の毛って喜んでくれるかな、髪の毛は綺麗になってくれるかなと思いますので、自分に合うものに関してはね、市販でね、買う時ってやっぱ難しいと思うので、なるべくね、担当の美容師さん、美容室に行った時に美容師さんにいろいろ聞いてもらって、私の髪の毛にはどういう髪、ものがいいかっていうのを聞いてもらって買うのがベストかなと思いますので、ぜひ、参考にしてもらえたらなと思います。はい、この動画が良かったらいいねボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。次回の動画で会いましょう。さよなら。